これ昨日つけた電球。いや、物持ってくるの忘れた。今日はですね、今日はこれですよ。じゃじゃん。スナッププロ。これがね、じゃん。コペックさん提供により、コペックジャパンさん提供により、これ送っていただいたんで、今日はこの、もうついに届いてきたんで、これ開封。この間、ポッドキャストバックスペース FM で、この話したんですけど、この、僕が最近ずっと S1 っていう、iPhone 用のグリップ、ない、おすすめしてて、で、それの日本代理店になったコペックジャパンさんが、僕の動画見つけてくれて、紹介してありがとうございましたっていう話をしてたんですけど、そのコペックさんの最新商品です。お、すごい。いっぱい入ってる。これが、アドオンのレンズケースがまず出てきて、これは来た。こうしたらいいかな。一応、ゆかさん用とドリキン用ってことで、2種類、来ていただいて、色が白とブラックと、種類ずつあるんですけど、ゆかさんやっぱりホワイトだと思うので、僕はじゃあブラックをちょっと開けてみたいと思います。きっとホワイトの開封動画はゆかさんが作ってくれる。無茶ぶり、思いますので、サクサク開けてみたい。もうこれね、待ってたんですよ。このために僕はわざわざ、iPhone を 6S プラスから 6S に変えたぐらいなんで、じゃあ、もうサクサクいきますよ。開けて。これはね、もうとりあえずある程度、おーすごい。これね、いくつか、セットの、iPhone 用のこのケース、ケース型カメラグリップなんですけど、いくつかバリエーションというか、パッケージに種類があって、なんか松竹梅みたいな感じで、ケースだけとか、レンズが一個ついてるやつとかあるみたいなんですけど、これはもう全部入りを送っていただいちゃったので、レンズが全部入ってる。5個レンズが入ってて、5個レンズが入ってて、さらに、本体があると。これがプレミアムパッケージなのかな？レンズ5個プラス、プレミアムケース入りパッケージを送っていただきました。ということで。で、さらに、アドオンのレンズケースがついて、これレンズケース地味に重要だと思いますね。この本体開けてみると、これもかっこいい、この、ちょっと反射して見にくいかもしれないですけど、ケースがこう、一式入ってて、コペックさん多分相当いろいろなケースを、検討された上で、まあさらにかなり評判の良く質感の高いものをチョイスして選んでる、代理店さんだと思うんですけど、これね、こっちに持ってきた方がいいのかな。これをこんな感じで見ると、まあここにケースがあって、これまあまずケースが入ってて、で、まあ、その中に、まあ、貯蔵したペラの紙の説明書の下にストラップ。あと、これも多分レンズケースですね。これが本体付属のレンズケース。で、あ、レンズがすでに1個ついてるんだ。ここにレンズがついてて。で、これがね、多分、グリップ用のサポートで、で、取り付け用に、あれなんだな。ドライバーできっちり取り付けるタイプなんですね。これきっと。で、これをじゃあ、早速取り付けていきたいんですが、
このドライバーは多分本体を取り付けるわけじゃなくて、このグリップ部分を交換するために、このグリップ部分が標準だと、あ、もうなんかこれね、取り付けるの自体は、あ、もう取り付けるの自体は超簡単。ただこれパコってはめるだけなんで、取り付け自体はもう一瞬ですね。ただパコってはめるだけなんで、ドライバーとかは特に必要ないんだけど、このグリップ部分が、交換式になっていて、これを、より突起のあるものに変えたり、質感の高いこのウッドのやつに変えたりするのに、これにドライバーがいるんですね。これやっぱりウッドだよな。ウッドにしたいので、一回外しまして、一回これ外しまして、で、ここを、これいいっすよ。で、改めて iPhone を装着。これ多分ボリュームのこのつまみのある方から挿していって、パカッと入れる感じですね。おー、グリップがめっちゃいい。グリップされますね。これでもう写真が撮れるという感じだな。おー、バッチリ。もうね、なんだろう。このシャッターボタンで、わかります?もう何も設定とかアプリとか Bluetooth とか設定してるわけでもなくて、こう、写真が撮りまくる。これ何せ売りは、このシャッターボタン、実はすごいんですよね、これ。iPhone って、ボリュームボタンで、シャッターのスイッチが切れるのは多分皆さんご存知だと思うんですけど、こっち側に、ケースで言うと、こっち側にボリュームのボタンがあって、シャッターはちょうど対角上の反対側にあるんですけど、多分中のケースの中をこう通って、ここにシャッターのちょうど部分を押してくれるような物理配線が多分この中にしてあるんです。だから、このシャッターを押したときに、なんかその押したっていう、あ、実際ここが、もっと物理的に動きますね。ここを押すと、このちょうど、ここが連動してる。ちょっと動画だとわかんないと思いますけど、ここになんかちょうどシャッターボタン、あ、ボリュームボタンを押すところと、こっち側のボタンが、なんか、うまくパーツが連動してて、ここを経由してるんで、なんか、テコの原理みたいな感じでボタンが押されるようになって、もちろんそのボリュームボタンとかもそのまま使えるし、ここのミュートのロックの部分とかもちゃんとコントロールできるけど、このシャッター部分で簡単にコントロールできるという代物ですね。で、さらにこれか、このパーツがなんだろうと思ったら、それをここにシャッターの部分のここにこのパーツを、ゴムのパーツを差し込むと、あ、ここでグリップした時の、わかるかな、このグリップした時の指当てになってんだ。あ、それで画面触らないでシャッターが押せるんだ。すごい、完全によく考えられて、ここに指当て部分を作ることによって、この指当て部分を作ることによって、この握った時に間違って画面を押さないようにできるっていうグッズですね。これすごいな。で、さらに最大の売りは、このレンズ。このレンズをここに装着できると、おー、この標準でついてるやつは、これ広角かな?あ、広角ですね。
そう、広角がね、一番多分使い勝手がいいので、これつけると、ちょっと広角にできる。こんな感じ。うん、こんな感じ。めっちゃかっこいいじゃないですか。もうこれで、コンデジいらず、完全なる、になるっていう、ビットプレイさんの、スナッププロという、このケースを、コペックジャパンさんより、レビュー用に提供していただきましたということで、とりあえず開封まで、結構長くなっちゃったけど、開封までで、まあ、この手のやつはやっぱりある程度使ってみて、その評価をしないといけないので、まあ、やっぱりね、厳しく評価させていただきたいかなと、長期レビュー的なものもしたいと思いますので、ぜひこのチャンネル面白かったら、チャンネル登録といいね評価をよろしくお願いします。